講演会は誰もがその人らしく暮らせる共生社会の実現を目指して間にわしが開きました吉永忠弘副市長の挨拶に続いて講演が始まりました講師は大阪大学大学院連合小児発達学研究科の特任准教授をしている橘雅也さんですこの日橘さんは 自閉スペクトラム症と注意欠如多動症を中心に話しました自閉スペクトラム症とは2013年から使われている診断名でそれ以前には自閉性障害やアスペルガー障害などと言われていた症状を含みます症状を疑う子どもの傾向として親子でも視線が合いにくい 他人と認識を共有する手段としての指差しができないといったコミュニケーションや社会性での困難が見られる場合いつもと違う手順などで感触を起こすタイヤなど回るものに執着するといったこだわりやマイルールが顕著に見られる場合があります橘さんは自閉スペクトラム症の子どもは 耳から聞いただけの情報や、抽象的な表現に対する理解が苦手である一方、目で見る情報や具体的な表現の理解は得意であることから、特性を知って本人の生きる力になる支援の仕方が大事と話しました。また、障害があることに早く気づくことが、その後の支援の適切さ、速さにつながることから、早期発見と、 早期療育の重要性を話しました次に注意欠如多動症について自閉スペクトラム症との違いや小児期に見られる行動特性を話しました注意欠如多動症はじっとしていることができない順番を守れないなどの行動や言葉気持ちを抑えることが難しいといった特性があります 自閉スペクトラム症と比べて年齢が大きくなり集団生活の中で診断されるケースが多いのも特徴です立花さんは注意欠如多動症についても特性によって苦手なことと得意なことがあること逆に本人のやる気不足や家族の怠慢などと周りから誤解されやすくそのために 子どもの問題行動が親の責任と責められ、子どもを叱ることで子どもの意欲が低下し、問題行動につながるという悪循環が起きやすいことを話しました。その上で、ペアレントトレーニングという保護者の関わり方のコツを伝えるプログラムがあることなどを話しました。